どうもこんにちは、ドロンコです。コケモリの戦慄騎士、このね、コケモリの戦慄騎士が熱いっていう話をしていこうと思います。先に断っておきますが、いつにも増して今回暴走オタク成分濃いめです。さあまずざっくりカードを見ていきますが、コケモリの戦慄騎士は緑の人間騎士なんですね。そう、緑の騎士なんですね。まあそれが何なんだと、そういう声もね飛んできそうではありますが、これねちゃんと元ネタがあるんですよ。元ネタはガウェイン教と緑の騎士っていうね、朝王物語の中の外伝的なストーリーです。簡単にそのストーリーの最初の方だけ話します。とあるクリスマスの日の出来事、クリスマスパーティーのために騎士たちはお城に集まっていました。そこへ突如招かれざる客である全身緑色の大男、緑の騎士が現れます。そしてこう言います。首切りゲームをしよう。交互に首を差し出して、その首に斧を振り下ろし、先に首が飛んだ方が負けっていうゲームなんですね。めちゃくちゃでしょ。意味わからないし怖いし、それをね受ける義理もありませんしね。ですがあまりの異様さでしたし、幸いね先行はくれてやるっていう話でしたので、勇敢な騎士ガウェイン卿はそれを受けるんですね。まあ、さっさとこの異様なね緑の騎士を切り伏せ、このつまらないゲームを終わらせてやろうっていうつもりなんですね。ガウェイン卿はですね、斧を手に持つとしっかり一振りで緑の騎士の首を切り落としました。ですがゲームはそれで終わらなかったんですね。なんとですね、緑の騎士は首を切り落とされたにもかかわらず立ち上がると、自分の首を抱きかかえこう言うんですね。1年後、緑の礼拝堂にて待つ。次はお前の番だ。そう言い残して緑の騎士は去っていくのでした。てな感じ。これがですね、ガウェイン教と緑の騎士の冒頭部分のあらすじです。さて話をぐーっと戻して、改めてコケモリの戦慄騎士を見てみましょう。はいね、このですね、緑の騎士を元にしたっていうのがよくわかる、明らかにヤバそうな雰囲気が漂っていますよね。でちゃんと例の斧も持っていると。戦慄騎士の元ネタを知るとですね、この騎士がただ立ち尽くしているわけじゃなくて、誰か人を待っているんだろうなっていうのがわかりますね。でですね、この戦慄騎士よーく見ますとアーデンベイルの紋章があることから、これアーデンベイルの騎士だったっていうことがわかるんですね。実は緑の騎士は魔女に呪われたせいであの姿になってしまったんですが、それを考えますとね、おそらくこのアーデンベイルの騎士も魔女に呪われてしまったんでしょうね。さてそれではカードの中身について見ていきましょう。コケモリの戦慄騎士、2-3-2トランプル、はい当然人間騎士です。戦慄のささやきは2マナの出来事ソーサリー、1点を代償に1ドローします。本体の能力、コケモリの戦慄騎士が死亡した時、次のあなたのターンの終了時まであなたの墓地にあるこれを出来事として唱えてもよいですね。逆出来事みたいな感じ。クリーチャーとして使い尽くした後に、限定的ではありますがまた出来事ソーサリーとして唱えることができます。で当然出来事で唱えたら今度はまたクリーチャーとして唱えることもできると、そんなデザインですね。わかりますかね、このクリーチャー死んでも死なないんですよ。首を切り落としてもその後の1年を呪うような言葉をささやき、再びその姿を現すんですね。いや素晴らしいですね。見事に緑の騎士が再現されていますね。プレイング面で見てみてもしっかり強くていいカードです。 2-3-2 トランプルがもう強いのにドローも選べるし使い回すこともできると。よくですね、2つが一緒で役割が似ているしつこい負け犬と比較されていますが、しつこい負け犬とはちゃんと差別化されていますね。負け犬と比べて使い回す条件が限定的、速攻を与えられない、ハンデスに弱いなど劣る点もありますが、コケモリの戦慄騎士はトランプルを持つ、使い回してもブロッカーになる、使い回す際にマナの分割払いが可能などですね、勝っている点も多いですね。まあ、ハンデスに弱いっていうところもですね、負け犬と比べていざハンデスされてしまうとこの戦慄騎士は何もできなくなってしまうっていうことですが、他のカードと比べますとむしろ戦慄騎士はハンデスに強いんですよね。出来事でハンデスを避けられますし、そもそもドローでハンデス分を補えるんでね。こういったことからですね、戦慄騎士としつこい負け犬はまあ一長一短かなと思っています。個人的には黒緑の場合だったら後手に回ってしまった時のブロック性能を評価して戦慄騎士を優先して入れたいですね。あるいは両方入れるっていうのもありですよね。黒緑のアグロだったら44の8枚耐性でもいいかもしれません。ていうかですね、まずはとりあえず使ってみたいですよね。なんてったってフレーバーが最高すぎますからね。さてコケモリの戦慄騎士について見てきましたが、いかがだったでしょうか。フレーバー知らなかった、戦慄騎士俺ならこう使うぜってのがありましたらね、ぜひコメントお願いします。やっぱですね、そういった反応をいただけますとその後の動画作りへの身の入り方がね違いますからね。
ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。それじゃあまたね。